大山慎介のみんなの北海道 2.0。 北海道、関西、そして全国の皆さん、おはようございます。お待たせしました。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。札幌 HBC ラジオのスタジオから北海道へ、そして関西 MBS ラジオをお聞きの皆さんにお届けしていきます。はい、ということで始まりましたオリンピック。ということで、まあどさんこの選手はもちろんのこと、僕ね大好きなんですよ、ウィンタースポーツね、応援させていただいてます。そしてですね、この番組でもお伝えしておりました南幌町の学生若者支援プロジェクト、ふるさと納税を活用したですね、学生若者支援プロジェクト、本日が最終日ですね。ぜひ学生若者支援プロジェクトと検索していただいて、もしご意向に叶えばよろしくお願いしたいなと。そして目標額一応達成しましたということでね、引き続き本日いっぱいよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はですね、実は僕ね、ここの街はね本当コンテンツがありすぎて、どこにフォーカスしたらいいのかなっていつも迷っちゃうんですよね。本当にまあ食べ物も豊富だし、そして景色もいいし、でそうアクセスもね意外と便利なんですよね、もしかしたら鉄道ファンの方には小幌駅、ああそうそうそうと言うかもしれませんね。そうです、本日は噴火湾に面しましたホタテでもう有名ですけれども、豊浦町です。豊浦町たくさんあるコンテンツ、今日はですね多分ホタテに絞らざるを得ないのかなと思うんですけど、本日は観光協会の方にお電話をつなげてみたいと思います。それでは今週も最後までごゆっくりお付き合いください。大山慎介のみんなの北海道 2.0。 大山慎介のみんなの北海道 2.0 お送りしています。ということで本日は豊浦町です。豊浦町、場所確認しますね。北海道の方はね、噴火湾って言ったら、あ、はいはいはい、あ、胆振地区、はいはいはいと分かるんですけど、関西の方はね、いやどの辺って北海道を思い浮かべていただくと、左側、西側ですね、イタリアのような長靴のような渡島半島があって、それググッと上がっていくと、こう U の字で U ターンするような形のところがあるんですよね。そこが噴火湾って言いますね。この噴火湾、こちらに面した町で、人口はおおよそ3700人、海にも山にも恵まれてるんですよね。札幌からは車で2時間くらいかな、新千歳空港からは1時間半で行くと思いますね。そしてフェリーの方、苫小牧のフェリーからは1時間ちょっとかなという感じです。で、先ほどねコンテンツが豊富だと私お話したのは、鉄道ファンの方はね、先ほどちらっと言いましたけど、秘境駅、小幌駅、まあそれだけでバーンなんですけど、食べ物、いちご、それからこう豚肉、これがね評判なんですよね。そして何よりもこの噴火湾におけるホタテの養殖発祥の地として、ホタテ、これが有名なんですけども、今日はですね、その豊浦町の噴火湾豊浦観光協会というところで事務局長をされています岡本孝光さんにお電話がつながってます。岡本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、私本当にコンテンツを豊富だってお話したんですけど、はい、ホタテ以外にもたくさんありますもんね。そうですね、うちの町はあの海の幸、山の幸が大変豊富な町でございます。はい、岡本さん、でもね、あの豊浦に住んで長いんですか？私は2000年の4月から豊浦町に住み始めてますので、もうちょっとで丸22年になるところですかね。出身は北海道ですか？はい、北海道の、豊浦町の隣町の洞爺湖町。洞爺湖ね、はい、洞爺湖町、じゃ隣町ですね。はい、あ、そうですか。でもこう胆振地区のあの噴火湾の魅力、豊浦町の魅力って言ったら、岡本さん
まず簡潔に言うとどんな感じですかね。簡潔に言いますと、先ほども申し上げましたけれども、海の幸、山の幸が大変豊富な町でございまして、代表的な特産品としてホタテですとか豚肉、また豊浦いちごを豊浦町の特産三重市としてですね、 PR させてもらっているほど、大変食材の豊富な町でございます。三重市、はい、ヨーロッパの三重市。そうです。そっか、特産品トリオじゃなくてもう三重市だ。はい、そうだよ。そうですね、豚肉美味しいですもんね。そうですよ。いちごも僕ずっと前からもう食べさせていただいてますよ。本当ね、ありがとうございます。はい、で山の幸そして海の幸なんですけど、この噴火湾のホタテ、はい、その豊浦町っていうのはこれ初めなんですか、養殖は。はい、今から50年以上前になるんですけども、はい、豊浦町の礼文下地区というところで最初にホタテ養殖を成功させてですね、はあ、そこから噴火湾沿岸でこうホタテ養殖が広がっていったという形になります。50年以上前。そうですね、昔、マグロとかも水揚げされてた時期があったそうなんですけれども、はい、まあ、乱獲の影響でこう魚が取れなくなってしまったそうなんですよね。あ、そういう背景があったんですか。はい、で当時の、漁師の若い方たちがホタテ養殖に活路を見出して、で成功させて今は町の基幹産業になっているホタテはまさに町の宝でございます。いや僕ね思い出したんですよ、少年の頃かな、山の上のドライブインかなんかで、はい、ホタテのバター焼きを食べたんですよ。もうだからね、40何年前、はい、感動しましてね。その僕南の檜山の出なんですけど、初めてそのホタテをですねバター焼きで食べたんですよ。はい、もうあの風景忘れないですもんね。あ、そうですか。あ、だからそっか、50年以上前だから始まってちょっと経った頃なんですね。そうなんですね。あ、でも豊浦のなんかホタテの養殖の仕組みってまた違うんですか。噴火湾のホタテ養殖では主流なんですけれども、はい、豊浦町ではミミ釣りと呼ばれる方法でホタテを養殖しています。ホタテの貝殻にある耳と呼ばれる部分にですね、はい、小さな穴を開けてロープについたピンに一つずつホタテを吊るして海中で育てられてるんですけれども、天然物のホタテは砂の上でこう泳いでプランクトンを食べて育つんですけれども、はい、耳釣りするとホタテは常にこう海中を漂いながらですねプランクトン食べ放題な状態で育つことができるので、こう育つ期間も早くですね、ホタテの身は柔らかくてプリプリとした適度な歯ごたえで海中を漂って育つために、貝の中にこう砂も入り込まないのですぐにこうお刺身として食べることもできます。あれホタテってね、僕海の中で見たことはないんですけど、はい、映像ではね、普通砂の上を海のね砂の上をポッコポッコ走るじゃないですか、飛ぶって言うんですか、はいはいはい、ああやって元気に飛びますよね、はい、それをミミ釣りっていうのをダーッと縦にこう釣ってくるんですね。そうですね、一本のロープにこうホタテをこうピンで吊るした状態 でそのロープがこう海の中を漂っているんで、そっか、プランクトン食べ放題で早く育つという。あれでプランクトン食べ放題なんですか。そうですね、ホタテにとってもいいんですね。そうですね、あで外敵にも狙われにくくなりますので。あ、そうだそうだ、海辺の、ね、はい、自然のってみんなで移動するとき大変ですもんね。そうですね。あ、そっか、それで外敵にも大丈夫と、はい、いうことなんですか。これ時期的にはいつからいつなんですか。ホタテの旬はまさに今で、はい、豊浦町では12月から3月頃まで、雪の降る中ですね、漁師さんが夜明け前から作業して新鮮なカツオホタテを水揚げされています。ねえ、カツオホタテね、はい、なんかお腹空いてきて、こう先ほどミミ釣りだからグーって引き上げるときに縦にずらーっと並んでますもんね。そうですね、あれはちょっともう圧巻だなと思いながら僕その風景は何度も拝見したんですけども、はい、さてそのホタテを使って、はい、お駒さんいろいろ考えられたっていうふうに僕ホタテ釣り選手権って聞いたことがあるんですけど。あ、はい、あれ今年はどうなんですか。あ、毎年3月にですね、ええ、丸ごと豊浦北の収穫祭というイベントの中でホタテ釣り選手権開催させていただいてるんですけれども、ええ、まあ、残念ながら今年もコロナの影響で中止となってしまいました。あ、でもね僕ね何年前かな、思い出しちゃった、東京と関西の仲間が、はい、やってきて参加しましたよ、ホタテ釣り選手権に。
そうですか。3人1チームかなの時だったかな。4人だったかな、はい、それは秋に団体戦というものを行っておりまして、そう、はい、もう病みつきになってね、その後もう1回来たかな、なんかものすごくね好きになっちゃってね、僕それまで僕ねホタテは釣るもんだって知らなかったんですよ。実際にホタテは釣るものじゃないんですけれども、はい、ホタテの習性を利用してこう釣る大会を作ってしまったという形なんですよね。あ、これ岡本さんが考えたんですか。はい、ある時ですね、漁師さんの家に行ってたまたまこう漁師さんがホタテをくれたんですね、で待ってる間に今発泡の箱持ってくるからちょっと待ってろって言われて、はい、まあ、目の前にこう元気なホタテがあって、でたまたま胸ポケットに刺さってたボールペンの柄をですね、ホタテの口の中にツンツンって入れたらこうパクッと閉じたんですよね。で、あ、これ釣りに使えるんじゃないかなって、そこでこうひらめいて、でそこからまあ試行錯誤してこう釣りのホタテを釣るっていう行為をですね研究して、そこからこう、まあ、イベントまで持っていったっていう形なんですけど。それ何年前ですか。大会ホタテ釣り選手権を始めたのは2009年ですよね。もう僕10年は経ってるなと思ったんですよ。はい、なんですけれども、ええ、ちょうどその時豊浦町出身のプロボクシングの内藤大輔さん、そう、が世界チャンピオンになりまして、まあ、我々の町豊浦町からも世界チャンピオンを輩出する大会を作ろうという流れからですね、それで世界ホタテ釣り選手権大会という世界大会にしたということなんですよね。そのボールペンでひらめいたアイディアがイベントとなってもうすでに10年以上経ち、そうですね、まあね、コロナの関係でこういったイベント今はねできませんけど、でもあれ、はい、本当に参加者たくさんいらっしゃいますもんね。そうですね、最初は先着順で出場者を募集してたんですけれども、あっという間に枠が埋まってしまい、その実力のある方がですね、なんとかその実力で出場権を決めさせてくれっていう要望があって、はい、第5回大会からかな、予選会を開催する形で、はい、予選会を通って、本戦に出る方と、あと抽選枠で本戦に出る方と2パターンで出場者を募集してですね、大会開催しております。じゃあ単なるもうなんて言いますか、レジャーじゃなくてもう腕を競うという段階にもなってるんですね。まあ、そうですね、おかげさまで年々出場者 の実力も上がっていってですね、大会に参加される方は事前に豊浦町からホタテを取り寄せてご自宅で練習される方もいらっしゃったり。これ自宅で練習したいってことはどうすればいいんですか。過去に聞いた話では、豊浦町のホタテを購入して、あと海で海水を汲んでですね、自宅の水槽で釣ってみたって方もいらっしゃったり、あとはホタテの貝殻にですね、はい、食べた後の貝殻に発泡スチロールを挟んで、はい、ホタテが薄く口の開いてる状態に自分で作って、それをこうお風呂場に、お風呂場水を張ってその中でこう仕掛けを入れる練習をしたりとか、されたみたいです。すごいですね。自宅でなんか浴槽で練習してる姿って。いやでもね、こういうセットとかあるんですか。あ、それでですね、はい、まあ、ここ3年大会が中止になってってるもので、はい、ホタテ釣りをしたいっていうお声もたくさんいただいてますので、自宅でできるホタテ釣り体験セットというものをですね開発しまして、この2月8日から販売を開始させていただきます。あさってから。自宅でできるホタテ釣り体験セット。体験セット、はい。それどんな内容ですか。内容はカツホタテが20枚と、あとホタテ釣り専用の釣り竿が2本と、はい、あと人工海水の素といいまして、水で溶くとですね海水ができる粉があるんです、まあ、塩なんですけど、それを3点セットでお送りしてご自宅でホタテ釣りを楽しんでいただくというセットになっております。ちなみにおいくらですか。送料別で3800円で販売させていただきます。でもカツホタテ20枚くるんでしょ。はい。じゃあ腕を磨いてその上で食べるんですよね。はい。で、まあ、おうち時間もコロナ禍で長くなってますので、ご家族でホタテ釣り楽しんでいただいた後にですね、その体験したホタテは美味しく食べられるという2回美味しいセットになってますので。2回出た。いやこれすごいですね。っていうのは自宅でできて楽しんだ上で腕を磨いて、今はイベントできないけれど、はい、じゃあ来年出ちゃおうかなとか。
そうですね、予備軍が広がっていくということですか。はい、え、これも岡本さん初？そうですね、こういうこともやっていきたいねっていう話から、今は豊浦世界ホタテ釣り協会というですね、協会を立ち上げて、その中で役員でいろいろ協議しながら、そうです、新商品開発とかも行ってるんですけども、まあ、みんなの意見で今回やろうということになりまして。わかりました、はい。あれね、浜田さん、先ほど丸ごと豊浦北の収穫祭と、はい、っていうお話伺いましたけど、はい、今年はそのねホタテ釣りはちょっとね、イベントはね中止ということですけど、はい、それ以外のことは今年は何か企画されてるんですか？例年行っているそのイベントの通常開催ですね、お客さんに集まっていただく通常開催が今年もちょっとコロナ禍でできませんので、はい、特別編という形でですね、インターネット上で、2つの事業を行っていきます。あ、2つ、はい、1つは、はい、で1つ目がですね、2月の13日1日限定の企画なんですけれども、カツホタテの送料無料スペシャルデーというものを開催させていただいて、はい、カツホタテ20枚入りを、2200円で販売させていただきます、はい、でこちら送料無料で限定100箱で、インターネットのみで販売させていただくという企画でございます。インターネットということは、この豊浦観光協会の方にアクセスすればいいんですか？はい、豊浦観光協会のホームページにですね、観光協会の通販サイトのバナーがございますので、はい、そちらからお買い求めいただける形になります。来週日曜日、これ先着順ですか？そうです、来週日曜日2月13日の午前9時からスタートさせていただきます。これすぐじゃないですか、午前9時からポン。そうですね、どのくらい販売、できるされるのか、はい、楽しみですね、はい。2つおっしゃいましたけど、もう1つは？はい、でもう一つがですね、はい、カツホタテのドライブスルー販売というものをですね行うんですけれども、はい、こちらも2月1日からすでに予約受付はスタートしておりまして、2月の20日まで、予約を受け付けております。でこちら事前予約と事前決済でですね、はい、豊浦町に3月の6日日曜日に、ホタテを取りに来ていただける方限定で販売しております。はあ、これはもう直接行ける方ですね。そうです、3月6日、はい、はい。で事前予約で決済も事前にしていただいて、3月3日豊浦町にお越しいただくと。はあ、わかりました。はい、いやね、たくさんのイベント、これじゃあ豊浦の観光協会のホームページまたね見ていただくということになりますかね。はい、はい、はい、いずれこの先ほどの自宅でできるホタテ釣り体験セットですか、はい、これ広がったらなんかオンラインで予選会なんかやっちゃうかもしれませんね。ああ、そうですね、そういう活動もできたらいいなと思ってます、ね、はい、はい、じゃあお時間もあれなんですけど、もうコンテンツ豊富で今日はホタテにちょっと絞っちゃったんですけど、はい、どうですかね、豊浦の、観光協会事務局長さんとしても今後の目標とか一言いただいてもよろしいですか？あ、はい、コロナ禍でなかなか活動が思うように進まない部分もあるんですけれども、はい、これからも豊浦町の地域資源を活用しながらですね、はい、まあ、住民が誇りを持って暮らしたいなと思う町にしたいですし、また豊浦町に訪れる方からもですね、今後も交流や関係を続けたい町だなって思ってもらえるようにですね、さまざまな取り組みでこう町がこう笑顔をあふれるように活動をどんどんしていきたいなと思ってます、はい、ね、じゃあイベントも含めて今後期待してますんで一緒に頑張りたいですね。はい、ありがとうございます。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで本日は噴火湾豊浦観光協会事務局長の岡本隆光さんにお電話をつなぎました。いやもうね、ホタテに絞っただけでこれですからね。いやぜひね、観光協会のホームページチェックしていただけたらなと思います。じゃあここで一曲いきますね。スターシップでセーラー、どうぞ。大山慎介のみんなの北海道 2.0。 ここで今週の特産品プレゼントです。今週はもうね、そうです、ホタテです。ホタテ、豊浦町のカツホタテ2年貝っていうんですね、2年貝。
これ2年経つとですね、殻が約8センチから10センチ、重さが100グラムから150グラムになるんですが、この2年貝3キロを5名様に。3キロだと、殻付きできます。16枚、17枚、20枚くらい、ちょっとね幅がありますけど、これね、そんな殻付きできたって困るよって思われる方、ご安心ください。ホタテ専用剥きベラついてます。そして殻の剥き方ガイドも一緒に入ってますということで、ご安心ください。豊浦町からの発送になります。今週のプレゼントのキーワードは豊浦町、豊浦町、こちらでお願いしたいと思います。宛先お伝えしますね。メールです。すべて小文字で m@hbc.co.jp、 おはがきです。郵便番号060-8501、 HBC ラジオ大山信介のみんなの北海道 2.0、 締め切りは来週の水曜日です。2月9日になりますね。お名前、住所、電話番号の他にキーワード豊浦町、こちらを忘れずに書いてご感想もお願いしますね。お送りしてきました大山信介のみんなの北海道 2.0。 ここでですね、1月23日放送分の当選者の発表、月形町でした。月形町、聞き逃した方 YouTube でぜひ聞いてくださいね。そしてプレゼントは月形熟成牛肉を使用したソーセージ、ハンバーグ、肉まん、こちらのセットでした。当選者の方お知らせします。大阪府羽曳野市サンタパパさん、大阪府は高槻市学部さん、京都府は常陽市ハートチョコさん、札幌市は達也さん、そして釧路京子さん、以上5名の方です。そして、あ、そうだ、1月のね、月間プレゼント利尻昆布酢3本セット当選者お伝えしますね。京都府京都市の文雄さん、そして静岡県伊豆市富子さん、そして札幌市は、町子さん、以上3名の方です。ということで、2月になりましたんで、2月の月間プレゼント、こちらは先週大好評でしたんで、いきますよ。2月はトカチグランナッツのレトルトゆで落花生、トカチをね、落花生の一大産地にしようと産学館が一緒に頑張るということで、このゆで落花生レトルトで栄養満点なんですけど、レトルトゆで落花生3袋を3名の方に。こちらのご応募はゆで落花生と書いてお送りください。今週のプレゼントとダブルエントリーもできますので、どちらもご応募されたい方は、今週のプレゼントのキーワード豊浦町とゆで落花生、両方書いてくださいね。ということで、今週は噴火湾豊浦観光協会の岡本さんにお電話をつなぎましたが、ホタテ一つでこんだけいろいろストーリーがあるって言いますかね、私こう頑張られてるっていうのに感動しました。お送りしてきました大山信介のみんなの北海道 2.0、 お相手は今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山信介でした。それでは来週またこの時間にお会いいたしましょう。